松山市港町5丁目の伊予鉄高島屋南館2階ふれあいギャラリーで第26回蜘蛛の会写真展が開かれています。蜘蛛の会の皆さんは山岳写真の愛好家で、現在は石鎚山を中心に登山道の整備や清掃などさまざまなボランティア活動を行っている団体です。この写真展は自然の美しさを見る人に楽しんでもらおうと年に2回行われているもので、今回は8人の会員の皆さんによる19点の作品が並んでいます。会場には雄大な自然を収めた数々の力作が並んでいます。この展示は1月22日まで伊予鉄高島屋南館2階ふれあいギャラリーで開かれています。